州における、ゴールドヒルの一若松コロニーとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州エルドラド郡、ゴールドヒルにあった、日本人のコロニーである。アメリカで、最初の日本人コロニーとされる。コロニーの名は、福島県藍津若松市にちなむ。1868年、戊辰戦争に敗れた藍津藩の藩士の何人かは、藍津藩と交流していた商人ジョン・ヘンリー・スネルに、 導かれ、ゴールドラッシュに沸くアメリカカリフォルニア州へ向かい、日本の茶と絹生産のための桑の栽培をしながら、若松コロニーと名付けた入植地を築こうとしていた。1869年5月20日、移民船でサンフラニシスコに到着した、藩士とその家族、そしてスネルの妻と子守のお経をはじめとする日本人一行は、 金の鉱山で栄えるゴールドヒルへ向かった。そして、スネルは、ゴールドヒルの農地を買い取り、日本人を住まわせた。最初はこのコロニーでの茶などの栽培は、順調だったが、後に、天候のため茶の栽培ができにくくなったことや、資金不足、あるいは病気の流行などが原因でこのコロニーは、崩壊してしまった。1870年に、アメリカで行われた、 人口調査において、エルドラドに住む日本人は22名とされており、若松コロニーの入植者であると思われる。1871年4月、若松コロニーが行き詰まったスネルは、コロニーの資金調達のためと言い残し、日本人入植者たちを残して一人で、日本へ行くが、二度と戻ってくることはなかった。ありがとうございます。